愛鳥では、大阪府茨城市愛にあった鳥で。愛情の背後の丘陵上に位置し、愛情が、平時の館であったのに対して、愛鳥では、爪の鳥でではなかったかと考えられている。愛廃スイッチ通称、天神山の山頂に築かれた鳥でで、標高89メートル、飛行40メートル、東西50メートル、南北100メートルに、3つの車から成り立っている。 愛砦に関する資料は少なく、歴史については、不明な点が多いが、桂ツラの戦いの前に、旗野元清が接近するに伴って、愛や白が、ごしらえで地区取でしたのではないかとも言われている。愛城から北へ、直線距離で、約 1.6km の場所に位置し、近くには愛排水地がある。ハイ砦に関しても不明だが、愛城と、 同時期に使用されなくなったと思われている。現在、愛城の跡地には、宅地、小学校等が建っており、城を忍ばせる遺構は、数少ないが、愛取り出には、数多く良好な遺構が現存している。縄張りは、南側から北側へ3つの車があり、南側より、1車、2車、3車と呼ばれている。円形で、作兵地の直径は十四メートルになり、 一車から西側に縦掘り、南側には短い二重縦掘り跡が確認できる。また1クルクル、一車と二車、三車の東側には腰車を配していた。四方形の作平地で20メートルになり、三方に土塁を構えており、ここには井戸があった。また、一車と2クル車の間には空掘りが築かれている。この車跡が三つの車の中では、 最大の面積、中心部となるので、主角ではないかと思われている。二車と三車の間にも空堀りがあるが、一車と二車の空堀りに比べると浅い。三車はほぼ正四方型で、作平地も20メートルになり、西、南の二型に、土塁跡、またこちらにも井戸があった。三車の北側には、小極林、北西側に、縦堀跡が確認できる。 ありがとうございます。